ありがとう、ホクペグさん。ダブルタワーありがとう、嬉しい。ありがとうございます。ちょっと共有しよう。ありがとうございます。あ、すごい大好き。あ、大ちゃん大好き、ありがとう、ありがとう。大好きタワーだ。こんばんは。ありがとうございます。あの福岡タワーの点灯式をね、あの見に行ってました。そう、ペイペイドームから見たんですけど、すごく綺麗だった。一郎さん、あ、ありがとう、好き、今年もありがとうございます。嬉しいね、ファンの方も言ってたみたいでありがとう、タワーありがとうございます。ありがとう、今日の誕生日ラストの配信でございます。最後の締めくくりでございます。 MJ さん、ありがとう、ありがとうね。タワーも現実のタワーの方も計画を立ててくださって、皆さんファンの方ね、ありがとうございます。本当に寒かったでしょ。寒くなかった？寒い中ね、さやちゃんが撮ってくれたんですけど、頑張って撮ってくれたんですけど、初めてだったので、福岡はそうね、天気も良かったから、そう綺麗に見えたんですけど、あのね、いつ変わるか分かんなくてさやちゃんが「っ！」って言ったやつで気づいて見たら、変わってました。そうね、ファンの方も結構来てたのかな。大ちゃんありがとう、誕生日プレゼントです、ありがとう。にゃんにゃんだ、うん、なんか来た。そう、今日あったかかったよね。お昼はね、タワーよりもありがとうと綺麗だよ。出た出た、そうだよね、トライングしてたよねだよね、ありがとうございます。そう、今日は、あ、改めてありがとうございます。あの誕生日ご飯会をね開いてくれて、そう、さやちゃんとみーちゃんとななかとひいろとひじがお祝いしてくれたんで、そう嬉しかった。
カメさん、ありがとう。あ、嬉しい。今年もありがとうございます。スキータワー。ありがとう。そう、ヒールも仲間に加わっております。嬉しいです。髪色変わってもっと可愛くなりましたね。ありがとう、嬉しいです。また色が変わりましたけどね。変わったワイチも好きでいてくれると嬉しいですし、より可愛いを可愛さに気づいてもらえたら新しい可愛さに気づいてもらえたら嬉しいですね。何食べたの？なんかパスタとか、そう、イタリアン系かな。ゆずなむらさんも、あ、好き、ありがとう。そう、お店でお祝いしてもらったの。ケーキもバーンみたいなやってくれて、花火のケーキも出してくれるお店でやってくれたんです。そう、なんかお願いしてもらった気がする。そうそう、多分さやちゃんが予約してくれたのかな、お店。そう、タンプレア、カネ用と風ね用、どっちどっちもください。じゃあ、おめでとうって、皆さんありがとう、たくさんありがとうございます。本当にかわいい、スペシャルかわいい、ありがとう。嬉しい、好きが増しました、ありがとう。トレンド入りもしてたんだよね、多分。ありがとう。相当アイツのこと好きなのか、あ、いやね。そうなんだよね。そうなんです。そう。いつもはちょっとなんかそんなことないというか、ちょっと強がってるかもしれないけれども、実際ね、そう。髪色変わってさらに可愛くなってる。ありがとう、嬉しい。皆さん、前の髪色も可愛かったし、今も可愛いよってこう言ってくれて、本当に嬉しい、嬉しいです。今日でもう終わっちゃう、もう終わっちゃうっていうのは寂しいんですけれども、そう、カラーの説明、何色か分かんないです。茶色系です。でも画面だとちょっと色も違く見えちゃって、写真でもフィルターとかかかってると色が違うし、実際に見るのが一番いいと思うんですけど、
そう、茶色系。この今ね、部屋が暗いからちょっと黒く見えますけどね、実際もうちょっと明るいかなっていう、なんかちょっと色素薄い感じ。そうだったりするかなって。色がね、実際に見てもらわないとわからないけど、まあそんな明るくはないと思います、そこまで。うん、そのね、変えた色変えた理由もあるので、おいおいね話しますけど。え、完璧な誕生日過ぎ。そうです、そう、旅行行ってメンバーのパーティーして、ファンの方ともね、日付またいだ配信もできて、そう、みんなにお祝いしてもらえて、ファンの方も本当に幸せです。あ、誰か投げてくれた、カピーさんありがとう、タワーありがとう、月タワーかわいい。バレンタインのかぶるから、さいつもバレンタインの期間が、だからギフトとかかわいいんだよね。ケーキとかもバレンタインとかのやつで多いからかわいいのよ。そういうのが結構私小さい頃からいいところだなと思ってきた。バレンタインに近い誕生日。直接見に来てくれます。それは見に来てください、ぜひともね。そう、金さんじゃなくなりましたよ、ベレー帽。確かにベレー帽衣装とか着たいな。ベレー帽かわいい、ベレー帽待ってます皆さん。実際見られるの楽しみしてます、ありがとうね、本当に楽しみだ。ケーキ食べてる、ケーキ私も食べましたよ。耳出してると、耳が出てるところ、そうですね、耳出し可愛いよね女の子の。そう、金髪じゃなくなったんで、コンサートとか見つけづらいかもしれないんだよね。そこがね、ちょっと私は寂しい部分ではある、自分にとって。そう、本当に目立つんで金髪って、そう、目立つの大好きなんで、そこはちょっと寂しいけど、もう見つけてください。昔よりは前に皆さんから見やすい位置で踊れることも増えたし、そう、そこはそう、ぜひともすぐ見つけて。ありがとうございます、誕生日おめでとうって、みんな嬉しい。あ、そう、アイチーとお誕生日一緒って、一緒らしいね、本当にびっくりした、さすがに嬉しい。オンラインだと明るく見えるのかな、もしかしたらね、いい感じの髪色じゃんだね、ありがとう、嬉しい。残りのケーキありがとう、皆さん。ちゃんと見つけるってありがとう。あ、そう、出川さんとか、なんか有村架純さんとか、なんかいろんな方と一緒なんだよ私。ちいさん、ありがとう、ちいさん。ちいさんありがとう、好きだわ、ありがとうございます。帽子のサイズなんだ、分からん、ない、だいたい何でも帽子のサイズ分かんない、頭の大きさの頭のサイズ分かんないの、靴のサイズとかなら聞かれることある
今度おしゃべり会行くね。ありがとう。嬉しい。皆さんありがとうございます。あの本当にね、そう23歳になりましたけど、23歳はまた違った可愛らしい部分とか大人っぽさだったりとかいろいろ追求してって自分なりに研究してそう極めていけたらいいなとそう思ってます。本当にね、22歳の時は最初はあの60万達成したってありがとう、すごい誕生日に達成したみたい、みんなありがとうございます。 S サイズか M サイズ、どっちだ、 M かな、 M にしとこうかな、ありがとう、すごいおめでとうだって、ありがとう、ギフトバレンタインのギフト投げてくださった皆さんありがとうございます。昨日もお祝いしてくれた方ありがとう、今日もありがとうございます、嬉しい、すごい。22歳の時はもうなんか一番最初になんか言ってたんですよね、なんかいろんなことがあるとは思うんですけどみたいな、そう椎茸ベレー帽、何それ椎茸、そうなの、じゃあ S でいいかな、女の子みんな入るくらいなら S なのか、22歳で言ってたの、いろんなこと正直いろんなこといっぱいありましたけどね、すごく長い1年が長いというかね、やっぱいろんなことが1年でできるからそう考えたら長いですね。そうだから今年もきっと長い長いというか短いようで長いんだよな私的には、うん、楽しみましょう一日一日を大切にね、本物のモテクイーンだなんて、いやーこれモテるよね、自分でも思う、結構モテカラーだと思うんだよねそうモテカラーっていうかこういう色味結構好きなんですよね私、絶対モテると思う、本当にモテるいやーちょっと今年の1年はモテていこうかなっていう思いますよ、そうガチ恋増えて、いやー増えるといいけど面白くて可愛くてでこんなに本当に有料物件、なんか最近流行ってますけど TikTok 有料物件すぎると思うんですね本当にね、っていうのはまあ冗談なんですけど
本当に 見る目ありますね皆さん。今ファンになってくれてる方、センス終わり。そう毎回言ってるけど、これ結構初期から言ってるけど、本当にね、学校にいても、学校にいたら好きになってます絶対。うん、目があったりしちゃったりしたらもう好きになるね絶対。葵ちゃんありがとう。面白くて可愛くてパフォーマンス良くて悲しやすい、こんな人いないよ。いいですね誕生日って。褒めてくれて皆さんありがとうございます。うん、葵ちゃんありがとうございます。タワーイエーイ、ありがとう、嬉しい。なんかそうですね、私はあ、でもあ、そう髪色とか変えてやっぱメイクとかも変わるし、そりゃその金髪には金髪に合うメイクもあったし、自分で研究したりするんだけど、いろんな人のメイク見たり、私もやっぱ暗くしてちょっと変わった部分、メイク変えたとこもあったりするしとか、なんか私の診断とかしたら、やっぱ私はなんか派手なメイクあんま似合わないみたいで、清楚メイクが似合う顔なんだって、いろいろ調べたんだけど、そう清楚メイクっていうか、なんて言うんだろう、あんまり濃すぎない方がいいんだ、全部全体的に、そうそう清楚なメイクスタイルが合ってるらしくて、ほうほうなるほどと思って、そうパーソナルカラーとかさ、そういう顔のタイプもあるから、人によって男性もさ塩顔醤油顔とかあるじゃん、女性もあるんですよそういうの、そういうのいろいろなんか分析して、あんまりなんか派手な感じは似合わないので、そうそうそういう顔らしくて、ちょっとそういうなんて言うんだろう、ちゃんとした結果に基づいた感じでそれを信じてしてみようかなって思って、うん、ありがとうおめでとうって、昨日もお祝いしてもらっちゃったんですけど嬉しい。一番最初の LINE、 あ誕生日 LINE はね渋井ちゃんだったね、渋井ちゃんが一番最初に送ってきてくれたから。まさかの渋井ちゃん。その後にね結構そうロッキちゃんもね結構いっぱい送ってくれてて、すごく嬉しかったですね、嬉しすぎる。でもね一番あそう LINE はねそうなんですけど、あでも結構いっぱいねみんなからも来て嬉しい。ギフトとか届いて嬉しいです。スタバのギフトとか結構届きがちじゃん誕生日、めっちゃ嬉しいね、ありがたい。一番取るのに命が、あそうなの。おもろ、ありがとうございます。いろんな方から LINE ってことで、今あれラジオ聞かないとのディレクターのももさんからも D
ギフトとか届いて、メッセージ届いて、ありがたい。誕生日ってあっという間でしたけど、今日今年の誕生日はなんか長かった気がする。いつもよりは。そう、昨日も一昨日もね、出かけてたから、それからずっとなんかその日がなんか夢のようで、なんか誕生日ちょっと早めの誕生日だったし、そう、生誕祭もあるもんね。みんなが新しいやつさ着てた、村民 T シャツとか着てたやつ見たんですけど、すごいいい感じですねいい感じです。そうね、ディズニーがさ、そう行ってきたから2日連続でめっちゃ写真いっぱいあるんですよ。だから載せるね。ちょっといっぱいディズニー投稿になっちゃうかもだけど、いいかな。ツイッターもインスタもすごくいっぱい撮ってくれてさ、さえちゃんが頑張って、なんか可愛い写真いっぱいなので、そう、グッズ買え、いや、パーカー買えたんだけど、トートバッグ買えなかった。なんかね、売り場が分かんなくて、そう買おうと思ったけどちょっと時間なかったしね、諦めちゃった。オンラインでも買おうかなって思ったけど、オンラインなら買えるのかな。トートバッグが欲しかったんです。そう、で生誕祭はね、生誕ウィーク移動もしてるから長く感じました。そうそうそう、あの周りは結構、あ、そうなんだ、見に来てくれてたんだね、みんな嬉しい、ありがとう。こんばんは。いや嬉しいな、本当に。なんか1年に1回だから、1年に1度誕生日って特別だね。こうして皆さんと過ごしてるのも嬉しい。うん、特別だ。家族からもお祝いしてもらえて、そう、ちゃんと色紙も書いてくれてました、家族が。今年も毎年ですけど家に飾ってくれるみたいです。皆様の後ろで見てました、集団の後ろで見てましたうわマジか、うわ集団いる、村民集団いるなってなるのかも。入ってくださいよ続々と入ったら面白いけど、プレゼントはないね。うん、もちろんないね。あ、お母さんからはそうあるけど、あるっていうか、誕生日はって欲しいもの何って聞かれたんですけど、お母さんから何あの買ってあげるというか、毎年聞かれるけど、でもその時に、あ、去年は多分帰省したタイミングでなんか買ってもらったような気がするんですけど、バッグとか。でもそう、自分で買ったかな。今年というか、まあいつもさ
なんかその時にあんまりピンときてないかったらいいよってなるんだよね。自分が欲しい時に、欲しいものができた時に買うって感じでの方がいいかなと思って、そう、だから無理して買わなくてもいいかなって思って、大丈夫大丈夫って欲しいものができた時に買うよみたいな言って、でもスタバのギフトが届いたそう、まあでも私が帰ったタイミングでなんか買うかな、もし欲しいものがあったらね。そう、まだ帰れてないんですよ。そうそうそう、帰れてないんですよ。お仕事とかもさ結構あったからさ、そう、なんかお仕事全然ない時はさ寂しくなってさ、結構な頻度で帰ってたけど、そう、なんかお仕事もあってなんかいろいろあたわたしてたりしたから帰れてないけど、そう、あとはメンバーとね遊んだりとかもしたし、お出かけとかもしたりして、プライベートオフの時間とか過ごしてたから、まあ、まとまった休みにこう、ね、行きたいのでね、まあ、東京仕事ついでとかにこう帰れたら嬉しいんだけどね。おめでとうって、ありがとう。新幹線嫌なんだよね。新幹線5時間くらいかかるんですけど、東京まで。腰痛めます。っていうのは、まあ、ファンの方も関東から福岡まで新幹線来てくださる方いるけど、本当にありがたいって思う。だから、私、福岡のその、まだセレクションの時とか、あとレッスン時代っていうか、セレクションの期間とかはなんか福岡と東京行き来、神奈川ね行き来してて、新幹線とかでも結構帰ってテストだけ受けに帰ったりしてたんで、もう新幹線長いと思って、本当に飛行機だと1時間半くらいなのに新幹線5時間くらいかかるしさ、腰が痛くなるから、そう、新幹線大変ですね。そうそう、もうそれに乗って来てくださる方もいるから本当にすごいありがたいなって思うんだけど、あ、本当新幹線増えた、本当腰痛めないでね。そう、そうか、飛行機怖い人はそうだよね。そうだよね。あと15分で終わっちゃうのか。面倒さはないのですか。ああ、確かにそれはわかる。でも長くない？福岡と東京もそこ長いよね。ちょっと夜行バスもね、そうですね、乗ったことないんだけど、本当に夜行バス乗ろうって思って、セレクションの時とか乗るしかないなとか思って、節約のために夜行バス使おうってなったけど、ちょっと間に合わないなってなって、時間がね無理だった、使えなかったな。まあそんな感じ、本当にまあね、飛行機ですぐなのでね、東京とかもだから、帰れる時に帰ろうと思って、家族のみんなも休みがある時に帰りたいなって思うんで、家族の休みも会う時ね、うん、長く味わうのも、あー確かにいいね、ゆったり余裕がある時だったら全然新幹線でもいいか、うん、人生経験、確かに夜行バスいいね、してみたい、人生経験で、あーにも
か行ってみたい。スキーとか行きたいな。スキースキーとか行きたい。スウェーデンのアイテムを引き合わせたい。いや、あれあったっけ、あったかな。さえちゃん多分ファイルのままや、合ってないかな、あったっけな、わかんない。そうでもママね、結構さえちゃんのグッズも買ってるみたい。あの選抜 T シャツとか、さえさんのそう T シャツも買ったよみたいな送ってきた。そうお世話になってるし、仲いいっていうの知ってて、そう、そうどうだろう、ママに会ったっけな、忘れちゃったな。本当にうん頑張んなきゃねっていう。私もまあね、本当に家族に、でも結構弟とかからはなんかいつもなんか最初はね、アイドルになった時とかは大丈夫かよみたいな感じで言われてて、でずっと研究生だった頃とかはなんかでも応援はしてくれてたけど、なんか負けずに頑張れみたいな言ってくれたは してたんですけど、でもなんかまあ今は本当にそう、なんかみんなからのメッセージ、家族からのねメッセージに書いてたのはなんか自慢のお姉ちゃんですみたいなの書いてあって、みたいな、そんなことを思ってくれてるんだなって思って、すごくね嬉しいなってね、本当になんかそう弟が結構ね頭いい弟も文章能力高いんですけど、この仕事は誰でもできることではないし本当に大変なことだらけだと思うけど、身を削って一生懸命頑張っている愛理は本当にすごいと思うし、僕の自慢のお姉ちゃんです。愛理の代わりはいないんだから、くれぐれも体調を崩さないように頑張ってねって書いてて、みたいな。毎年ね書いてくれてはいるんだけど、すごい嬉しいなと思ってさ、そういうことを書いてくれてる。そう他にもなんかそうそう、3人弟がいるんですけど、そう今のは真ん中の弟ですね。なんかしっかりしてるんですよね、真ん中の弟。一番上の弟はなんか好きなことでお金を稼ぐのは当たり前じゃないから自信持って頑張ってみたいな、自信持ってアンチには負けないように頑張ってって書いてあります。そう私が結構さ、そう大変なこととか知ってるからさ、家族のみんなも書いてるわ、すごいよね。そうそんなに弱くないんですけどね、そもそもアンチがあんまり少ないっていうのある。うん、やっぱそういう芸能界ですごく有名な方々に比べたらもうちっぽけな感じですもん、本当に少ない。そうでもね、お父さんからとかお母さんもね、一番下の弟は毎日仕事
ダンスのレッスン頑張ってすごいよ。でも体調が悪くならないように休むときはしっかり休んでね。今年は去年よりももっと頑張って HKT 一番になれるように頑張ってってからとか書いてますね。すごい、やっぱ福岡やっぱ離れてるんで、うん、応援してくれてるね。やっぱりずっとそう、お父さんとかもなんかだんだん忙しくなって大変なこともいろいろあると思うけど、アイドルは忙しいうちが花だと思うから、行けるところまで頑張って駆け抜けて行ってくださいって感じで書いてありますね。その通りですね。そう、お母さんもいろいろ書いてくれて、生誕祭も楽しみにしてるね。いっぱいみんなメッセージぎっしり書いてくれてますね。嬉しい。そう、でもなんかやっぱ選抜にこう入って福岡からあと地元から離れて福岡で一人で活動してるので、なんかその分見てね、離れてはいるけどかな、神奈川からまあ見守ってくれてるし、その私がこっちで頑張れば頑張るほどみんながやっぱ喜んでくれるし、すごいって言ってくれて、いつもその道を選んでよかったねって思ってくれてるし、なんかまあ姉としても自分がやりたいことに進んで頑張ればそういう努力が報われるよっていうことを、まあ、姉としてもちょっと証明というか、うん、それは自分の好きなことをしたらいいよってそう伝えたいっていう気持ちもあるし、うん、私がこうお母さんとかで子供だったらもう本当に好きなことさせたいって思うから、そうでもね、まあ本当に全てがねそこでうまくいくかは分からないけど、でもこうして自分がね一人で自分で道を決めてこう人生を歩んで、そこでねやっぱ結果を出していくことで弟たちの希望にもなれるというか、なれるなとは思うし、うん、家族にもやっぱいろいろ恩返ししたいなって思うので、たくさん今までもずっと支えてもらってるからさ、そう離れて暮らしてるってやっぱ今の期間、今の時間、今も6年目になるけど、その時間小学校入学から卒業までの時間分は家族ってやっぱ過ごせてないっていうことなので、まあ、たまにね帰れてはいるんだけども、その分の時間がやっぱ私はだからみんなの成長とか弟の成長とかもそうだし、お母さんとかお父さんとか体大丈夫かなとか思うんだけど、結構記憶がね止まっちゃってるから、前に会った時とかね、そう一気なんかすごい成長してるとか思うんだけど、たまに帰った時にそれぐらいやっぱ今あやっぱ離れて生活してるんだなってすごいより実感するし、この10代の17歳から今23ですけど、その時間はやっぱり家族とは過ごせてないので、うん、結構大事な時間だとは思うんだけど、それくらい私が
本気で HKT のグループに向き合ってるし、アイドルとして、真摯に真剣に取り組んでるので、真剣に取り組んでるので、そう後悔はないというか、思ってますね。だからそう、背がかなり伸びてる、伸びてるね、伸びてますよ。そうだから私はもう福岡で今は頑張って、福岡からねいろんな嬉しい報告ができるように家族に、そう離れてるからこそやっぱ頑張れてる部分もあるので、そうまあこっちだよね、メンバーもいますし、ファンの方がやっぱついていてくれてるので、そう本当に改めて皆さんがいてくださるからこそ活動できてるなと思って、そう皆さんには感謝ですね。本当にいろんなね、本当に本当にいろいろと皆さんには感謝してるけど、ね、私についてきてくれて、信じてついてきてくださる皆さんに本当に感謝です。そう私も、まあ、みんなのことがやっぱ大切ですし、私のことが好きって言ってくれてる皆さんが一番大切なので、そういうファンの皆さんをね今年も大切にして、そう22歳よりもまた大きく成長できる23歳にみんなと一緒に、そういう一年にしたいですよろしくお願いします。23歳のアイチもよろしくお願いします。いろいろあるとは思いますけど、ゆっくり歩んでいきましょう今年も。ありがとうね皆さん。じゃあランキングを見ます。13位ズッキーさん、12位タータンさん、11位クロちゃん、10位コバコバ、9位カーピーさん、8位 MJ さん、7位チーさん、6位カメさん、5位バラさん、4位イチロイさん、3位アオイちゃん、2位フォクピグさん、1位タイちゃん、ありがとう皆さん、ありがとうございます。あとまた生誕祭もあるのでね、そこでも話すとは思うんですけどお祝いしてくれてみんなありがとう。幸せな誕生日でした。バイバーイ、おやすみなさい、ありがとう。